旧山村家住宅は、兵庫県芦屋市にある、奈代里の造り坂屋、桜間宗の八代目、当主、山村多財門の別邸として、アメリカ人建築家、フランク・ロイド・ライトが設計した、個人住宅である、国の重要文化財。原設計は1918年で、ライトは1922年に、アメリカに帰国してしまったため、実際の建築は、ライトの下で、 帝国ホテルライト館の建設にも携わっていた遠藤真と南慎が言った。山村田左衛門の娘婿であった政治家、星島次郎が遠藤真と大学時代からの親しい友人であったことから、遠藤真を通じて山村田左衛門にライトを紹介したと考えられている。春光は1924年で足足足街を一望できる高台に立っている。 1947年から淀川製工所が所有し、社長邸や独身寮などとして使われた。ライトが日本で設計した住宅建築として、ほぼ完全な形で現存する唯一の作品で、その価値の高さから1974年、大正時代以降の建造物として初めて、かつ鉄筋コンクリート建造物としても初めて国の重要文化財に指定された。 1989年から淀川成功書、芸品館として一般公開されている。なお、2016年11月より、保存工事のため閉館中であったが、2019年2月16日より、一般公開が再開されている。ライトは敷地に対する建物配置が絶妙であるが、この旧山村家住宅でも、それが実感できる。 足屋川が海に向かってまっすぐに行く寸前の折れたところの急峻な丘に階段状に立っているため建築物が密集した現在でも足屋川を通じて大阪湾が一望できる建物全体を眺めながらエントランスに導かれるアプローチ迷路上の流れるようなプラン室内外の空間の細かい出入りなどライトのよく使った建築手法が存分に反映されているまた 栃木県産の大谷石を、内、ち、外装に対応し、細かい装飾を至るところに施している。日本の気象への配慮不足を指摘されることもあるが、ライトの建築は本国においても、気象条件にあまり対応しているとは言えない。ありがとうございます。